私に何か用があるのですか？そういえば、エロ仙人ってば、なんで姉ちゃんのこと探してたんだってば。探すのは当然だろう。何せこの女性は、あの生贄の子。なぜそのこと。あの子のことが気になったんだよ。悪いと思ったが、わしの方でもいろいろと調べさせ。なんでだ。ん？なんでこんなとこでじっとしてんだってばよ。なんであの子を。葵、自分の子供が生贄になってんだぞ。もうすぐいなくなるかもしれねえんだぞ。それなのになんでこんなとこでじっとして。あの子は今も一人で。ナルト、そう興奮するな。理由？お前もさっき言いかけただろう。この椿は不治の病に侵されていると。ね、椿の体はもう限界を迎えている。こうして動けているのが不思議なくらいだ。そんなに体が。葵を助けたい。それを誰よりも強く願っているのは親である椿だ。だが体が言うことを聞かず、見ていることしかできなかった。そうなのだろう。の、葵はとてもいい子でした。父親がいなくてもいつも明るくて、村から離れて過ごすことにも何も不満を言わず、よく手伝いをして、よく笑ってくれました。でも私が不治の病に侵されたと知った時から、急に様子がおかしくなりました。一日のほとんどを村で過ごすようになって。人見悟空の儀式、自分から生贄になると言い出したか。はい。なぜあの子がそんなことを考えたのか。突然村に入り浸るようになった葵、これには理由があった。わしの調べでは、葵は生命樹と影法師の関係について。生命樹と影法師。そういえば生命樹とその周りの花がなくなったから、影法師って生命樹の周りに咲いていた花の香りが苦手だったんだよな。実はの。どういうこと？先住の一族の末裔である椿は知っているとは思う。影法師は再び生命樹の周りに花が咲くことを防ぐために。くらったって、パクンと腹の中に入れたってこと？そうだ。その結果として影法師には天敵がいなくなり、なおかつ生命樹の持つ強力な力も手に。そうだったのか。でもその話が。確かにそうだってばよ。影法師が生命樹を食べたってのは分かったけど、それのどこがあいつに関係あるんだよ。まあそう焦るな。重要なのはこれからだ。ナルト、お前、生命樹の葉はどういう効果があるか聞いたことないか？え？そんなの知ってるってばよ。万病に。そうだ、生命樹の葉は万病に効く。もさて、そこでわしは一つの仮説を立てた。もしこれが正しければ、葵の行動も納得できる。どういうことだってばよ。万病に効く葉、それを持つ生命樹が影法師に飲み込まれているという情報、そして椿の体が病に侵されたと同時に影法師と生命樹のことを調べ始めた葵の行動、その二つをまとめて考えると。まさか。もう分かっただろう。葵は生贄として影法師の元に向かったわけではなく、影法師の中にある生命樹を目的に洞窟に入った。そういうことなのか。おそらく。まあ、あくまでわしの仮説だがの。いや、多分エロ仙人の言ったことは当たってるってば。どういうことだ。これ、
洞窟の中で影に襲われた時に落ちてたんだ。これは生命樹のカレーだ。ほう、それが生命樹か。しかし一目でわかるとはさ。これって影法師が生命樹の力を使ってるってことだよな。ってことはやっぱり影法師と生命樹はつな、どうやら間違いなさそうだの。そんな、それじゃ影法師の中には生命樹がある。そしてその葉を手に入れるため葵は洞窟に入った。母ちゃんを助けるために。私は残りの時間をあの子と一緒に過ごしたかった。それが私に残された唯一の幸せだと思っていたから。だけど葵は分かってたんだ。母ちゃんといつまでも一緒にいることが本当の幸せだって。さて、うん、かい、うん、おー、体が軽いってばよ。行ってこい、ナルト。そして必ずあの子を連れて戻ってこい。了解。ね、姉ちゃん。いかん、容体が悪化し始めたか。姉ちゃん。ナルト、お前は葵の元へ急げ。ここはわしに任せておけ。わかった、頼んだぜエロ。待って、これこれはずっと私の一族に伝えられてきたもの。分かったってばよ。これはあの子に届ける。あの子葵をお願いします。お願いします。やはり葵を連れ戻しに行くのか。ああ、止めようったってそうはいかねってばよ。いつかこのような日が来るとは思っていた。お前のような者が人見悟空の儀式を阻止しようとする者が、思えばこの村は常に重い罪を背負っておった。生命樹を切り倒しただけでなく、影法師から村を守るために村の皆も薄々感じていたことじゃ。じいちゃん、わしは村長という立場を考えると、じゃが今のわしは村長ではなく一人の老人じゃ。じいちゃん、ああ、しっかり見ててくれ。葵のことも影法師のことも。
今度は、今度こそ絶対に止めてみせる。待ってろよ、葵。
よし。